やかましい。みんな誰っていうのはノリなんですか？ノリやと思うんですけどね。みんな誰だ誰だって言いますね。今だ。お花火プレゼントありがとう。はい、何が始まるんですか？また花火来ました。また来ました。すごいわ。はい。また、すごかったね。また花火来た。ありがとうございます。早いだ。ちょっと、いや、花火やばいわ。花火、2月来ましたと。来てないじゃん。来てないじゃん。来てないじゃん。スクワットダメね。マジか。スクワットダメ。先月1800回しましたもん。絶対来てない。ありがとうございます。ツイッターしてよ。ハートプレゼントありがとう。ありがとう。このノンタンでいいか投げて。いや、彼女です。え？彼女です。彼女なんですか、これ。はい。あ、ノンタンでいいのが彼女なんですね。あ、そうです、そうです。ノンタンっていう人が彼女だった。あ、そうそうそう。そう知らんが。全然知らんが。早くカラオケ行け。なんか珍しい絡みだよね。これ、多分すごい、すごい絡み。すごいレアな。そう。僕はあんまコラボしないんで。あ、そうなんですか？はい。何会おうと思ったんですか？いや、なんか新宿にいるって書いてあって。ちょいちょい見てたんですけど、絡んでみようと思ったら、なんかいい人そうだなと思って。こんな感じですね。いや、茶漬け食って、解散したい、2人で行ってくれ。行きます？あ、はい。じゃあ行きましょう。はい。彼女もともとね、アイテムめっちゃくれる人だった。だから家に40インチのモニターと、このパソコンも貸してくれてるし、これ25万でしょ。リスナーから彼女なんだ。あ、そうなんです。あ、はい。そうそうそう。パフェありがとう。そう。それは、何でもしてくれそうだ。なんか僕よりも、彼女の人脈おかしくて、よくなんか、鮫島のぞみとかと電話してたりとか、香川さんとかと電話してたりとか。え、そんな、ビッグな。なんかっていうか、もともと2チャンネルで10年引きこもりなんですよ、彼女。で、配信始まった時から見てるから、ニコ生とか。そう、なんか、配信者と繋がりまくってて。そうなんです。人脈おかしいだろ、お前、みたいな。エルチャンピオン無料です。何言ってんの？カッコだけやろ。カッコだけ。もしかして前の人が無料やからね。無料なんすか？引き込めない。俺ガチ引き込めない。いいかもしれないよ。そろそろ中で。そろそろ風俗が家から出ないから。ええなぁ、俺もパソコン欲しいなぁ。これは何なんですか？この
ロジクールです。これはウェブカメラで。ウェブカメラ。はい。多分これ買わない、これみんな使ってますね、パソコン系の人は。これがだいたい1万7000円ぐらい。で、なんか、こう、パッとこうやって、よくこうやって映したりしてるの、これでやってます。あと、携帯だと、遠くに置くとコメント見えないじゃないですか。そうなんだし、パソコン近くにやるとこうやってできるよね。ここにスタンドつけて。なんか、結構画角が広がったりして面白いですよ。うん。ねえな。疲れていらっしゃい。ミッツマンゲローブ久しぶりじゃない？なんか来てくれんの。うん、今日香川さんのところでコメント打ってたね。もともと香川さんリスナーだもんね。マイクはヘッドホンついてない。うん。マイ、あのヘッドホンはリスナーさんからもらったやつで、オーディオテクニカあれは。あれ3万ぐらいかな。うん。別だよ。13日だってね。あ、さてでしょ。そうそう。で、あさって、で、毎週も来ないんだっけ？チラッと見たいんだけど、きっと。チサトっていうリスナー知ってますか？知ってますよ。ゆりま、ゆずきチサト。はい。やりまんのですよね。底辺売春婦、ゆずきチサト。あ、知ってますよ。呼び、いや、呼ばなくてもいいか。いやいや、チサト一瞬だけ見たいです。おぉ。働いてんじゃないですか？いや、出勤表来たんですよ。出勤表来た？店に来いってことですか？なんか、出勤表来たら、はい、まあ、休みっていう。はい。どうやって？ちょっと一瞬だけもう1分でいいから、みたいな。出ないんですよ。千里の LINE したことあるでしょ？はい。あの、バババって送ってから、絵文字が、はい。あ、そうです、そうです。やっぱ誰でもそうなの？誰でもそうっすね。これがあいつの出勤なんですよ。ああ。なんか、ガロウもやってるし、エビゾウもやってるし、ヒカル君もやってるし、兄弟だらけですよね。そんなやってるの？いや、多分、切りない。もう、ほんと、多分、両手じゃ収まらないぐらいやりまくってますよ。あ、トツしてやるのが趣味だよ。趣味っていうか、すぐやらせてくれる。多分、一番、股の緩いリスナーですよね。え、ワコさんやったの？やったんです、やったんです、僕。はい。無理です、無理です。俺10万もあったら無理だもん。やばいよ、これ。めんどくさそう、やってる最中に。はい、また2バーガーありがとう。すごいな。有名ですよね。性病ばらまいてほしい。あ、性病持ったんですか、やっぱ。いや、わかんないですけど。梅毒っていうのがあるんですかね。わかんないですけど。顔からしてなんか病気じゃない、なんで知ってるの？有名だもん。そう、底辺売春婦水木千里です。リスナーのくせであの、たぬきのズレがすごいでしょ。リスナーでたぬきのズレ立ちますもんね。すごいですよね。タイトルが面白い。底辺売春婦水木千里。そう。今は多分エビゾーさんに入れ込んでるんだと思うけど。あ、エビゾーやってないか。そうなんだ。ガローって今 YouTube で見たよ。トップしに行って、チューしまくってね。そうだね、穴兄弟のね、みんなです。すごいな、じゃあそこは絶対渡るが噛みつらいかな。それで練習して、次のあれあるの。なるほどね。あれでちょっと耐久力つけるかないと。お前がだろうって俺？俺やってないよ。これは違うよ、全然。興味ないよ。じゃあ俺マジで、じゃ配信ではケチがいするけど、俺会うとめっちゃ静かな人やろ。
で、そこは自信よく言ってます。確かに、なんか静かな印象ですね。すんごい静かだから。でもそういう人多くないですか、配信者。結構喋らない。ゲーム以外ってどうなの？あると思います。あります、あります。やっぱ生でもあんな感じなの？あ、もう変わんないです、変わんないです。あれはだから、作ってるキャラじゃなくて、天然。あんな感じの人っすね。この前さ、池袋行ったじゃん。あの時、300で、一瞬だけ見た。出会ったな、さっき。見て帰った。あれやばいもん。なんでコーラがまあねえ。はい、どうも、いらっしゃい。やっぱ配信しててどう思うんですか、やっぱ。え、どうですか？毎回、思うことってなんですか、はい、思うこと、いや、特に何もないですけどね、楽しいですよ。やっぱ、一生続けたいなと思います。なんか、あーってなるときないですか、なんか。いや、何回もありますよ。あるっすよね。ニコ生のときはよく思いましたね。やっぱアンチが。すごいんで。こっち来てからでもストレスはたまんないですね。まあ、ね、あれないんで。なんでこっちとかってそんなにこだわり比べて、アンチ少なくなるんですか？多分仕組みですね。NG が、ニコ生の場合 NG 入れても1週間に1回復活するんですよ。まあ、好きなこと書けるんですけど、この場合 NG 入れるとその後に見れないんですよ。深夜散歩で、おしゃれで山盛りになってるよ。大丈夫。シェシェ。シェシェ。じゃあこれ、まあ、こっちお客様かな。はい。うん。暑いから大丈夫。こっち撮ります。読むと同じこっち大丈夫かな。これ美味しいもんね、あったまるし。お茶漬けじゃないですか。ささみか。ささみが進んでる。フルチャンピオン、真面目だった俺、意外と。意外と真面目だって。4泊していいですか？ 4 泊え、でも14って言ってませんでした？ 14 4泊全くない。1泊いいっすね。とりあえず今日いいですか？いや、全然いいっすよ。とりあえず今日3泊ぐらいでいいんだよ。殺すっていう。4泊は殺すらしいです。やっぱり比較的にここの電波悪いですね。電波悪いですよね。ワドがプロではないの。いや、まあ、これで飯食えるようになったらプロを名乗るねっていうことは言ってたもん。ダンボールとガムテープあってもあとどうにかなる。浅井さん紹介するか。最近なんか FX の配信者がいるな。多いっすよね。やろうかな、あれタイトルもやってるし。そう。いけいけ。うわ、一緒に見てください。全然大丈夫ね。大丈夫ですか？顔出しないでチャート出してればいいんじゃないですか？画面。まあ、フレードの、ね、フリキー画面見せて。そうで、私で。
野田さん紹介しましょうか。何ですか、あの、ゲイのおじさん。ロカコ。あ、ロカコ。ロカコさんのコメントもらえばいいじゃん。言っとけ、お前。めちゃくちゃ言うんだよ。言っとけ、お前。言っとけ。どんなだろう、もう女の子の。だって、この前、同性ってのは10万とかですよ、FC2 で。言っとけって、もう。絶対熱いっすよ。めちゃめちゃ面白いっすよ、さん。一泊だけしとけ。まあ、いや、配信やと思って。絶対面白いっすよね。いや、まあ、よく来なきゃね。みんな笑うっていうし。めっちゃ美味しいっすよ。普通にやれるんですか。いや、普通に止まったら襲ってきます。寝込みを。それでも配信したかとか言う。すいません、宴会しますわ。絶対美味しい。ホテルのコーヒー。せっかく来たのが、ロカコ行って、サメ島行って、ヤミ行って。さよなら。ロカコさん面白いよね、絶対ね。僕しゃべる。あ、真面目に切れちゃう。あ、そうなんだ。やっとるところを配信させられるの。この前 FC2 アダルトで配信してて、アクティブ10万だっけ、なんかとんでもない数になってたよね。大炎上みたいな。アクティブ10万もいかないじゃん。3万か。累計10万のアクティブ3万とか、なんか記録作ってたよね。ワンタロウの時どれくらい行ったっけ、すごかったよね。ワンタロウを繋いだんですよ。そしたら、なんか襲われてて。乳首とか舐めてた、ワンタロウが。行ったか、行ったか。10万か。やっぱ10万人行ったみたいですね。FC2 で男の雑談配信者がアクティブ10万とか意味わかんないことだよ。すごかったよね。大炎上してたもんね。緑さん、よっさん、鮫島も出てくるし、みんな思ってた、宣伝する。最後までやれってみんなで詰める。あれ美味しいよね。ワンタロウひどいよね。あんだけ閲覧稼いでたのに、今はアクティブ10とかだもんね。あれ最後までやりきらないとダメだよね。ヘタレだよ、ヘタレ。ワンタロウね。もったいねえよな。伝説作れるチャンスだったのに、ワンちゃん。捧げよう。だからロハコさんに男の人紹介するの、生贄を捧げるってみんな言われる。次の生贄誰にするっていう。リラックスするよ、俺だって人の枠むっちゃリラックスできるの。人の枠楽ですよね。そう、楽。自分の枠さばかないとって感じしますよね。すげえわ。めったに僕だってスイッチ入らんすわ。配信スイッチ。全然。
される。失敗しまくっても全然スイッチ入らない。よっさんがさ、この辺にいるって本当なの？さっき情報入ってきたんだけど、新役所とよっさんが今日歌舞伎町いるって本当？よっさん探そうかなと思って。誰か知ってる人いる？情報。やっちゃう、夜だよな。つながってるんですか？やっちゃった。だから、多分、10時ぐらいに映画見に行くわって言って待ち切ったので。配信やってない。やってる。やってる。いや、今やってないです。オフ会してんのかね。やっちゃいるよね、各所ね。多分この辺で遊んでんだと思うんだよ。よっさんを捕まえたいの。よっさんを。どっかいるかな。ポッパコしてんのかな。やっちょ新宿おったのは見てたわ、俺。ちょっとちらっと。パルパルは確かパルパル大嫌いなんですよ。うかつくんであいつ締めますね、一回ボコボコにしますから。やろう、はい、多分あったらマジでやりますね。さらいます。何なんですかあいつ、めちゃめちゃ喧嘩かけられて。よっさんニコ生で有名だよ。仲いいんすか？バルバルは多分一番仲いいですよ。あ、マジっすか？一番仲いいです。どこに住んだんですか？よくわかんないし、転々とするもんだよ。最近配信見てないわ。何してんの？全然、大阪行ったりしとったら。山に捨てようか、一緒に。あ、そう。あいつ一回一回目見ないと分かんないよ。いや、一回一回目見させたんじゃないですか。何か。消火器思いっきり一発投げたんです。おー。撮影だけで。しつけが必要だよね。誰的に回したんだね。あれはネタだよ。直で会うとすごいもうええやつ。直で。エテムの料理。ネタだ。俺もアンチの一人だもん。可愛いじゃないですか。カラオケとか行くんですか、結構。好きっすね、カラオケ。うん、僕、カラオケ配信しょっちゅうそばってたんで。マジっすか？しょっちゅう。楽しいっすよね。6時間ぐらい。はるばるの側につくの？なんで？マグシアン、マグシアンもなんだけど、私はもっと骨が
青い人は無料だよ。あの、点数勝負しましょうか。点数ではもう取れないですよ、全然。点数勝負して、はい、負けた方が、なんかします。罰ゲーム。罰ゲームしましょうか。罰ゲーム何します？罰ゲーム何でしょうか。フワッチアウシトインストーブ。いやー、それはできない。それできないですね。いやー、どれぐらいのメリットでいくのか。トンボね、長渕ね。高尾山に置く。高尾山に置かれるの超きついよね。青いムカつくでしょう。負けた方は衝撃の身、死ぬじゃんそれ。そう言うと本当に死ぬんだよ。海に飛び込む面白いね。海に飛び込むいいな。死にかけるかも。そう、俺点数取れないからね。昨日温泉行ったんですよ、リスナーさんと。そしたらイノシシ、野生のイノシシ出てきて。すげえ暑かった。大晦日に富士山。ああ、いいっすね、それ。これ面白いですね。え、大晦日って富士山登れるの？あの、申請出したら、出てる。遭難とかあるみたいなんで。はいはいはい、はい。警察にそういう届けを出してから。あ、警察に届けたらそれ登れないんだ。へぇー。それ面白い。一人で富士山きつくないですか？だいぶきつい。そう寂しいですよ。え、治んの？負けた方、カラオケ負けた方は、大晦日富士山配信みたいな。大晦日か。ランナーピール。これで行こうかな。サポーターもつけて。富士山死ぬだろうね。俺そう思ってない。今あのそっちで元気だから。次の日2丁目でこうやってあの、な1時間いくらみたいな。ああ。2丁目でフリップ出して全然。じゃあそういう系でも。誰か買ってください。男でも、そこマジ声出られるからね。かけられますよね。俺、あそこの餃子屋、夜行くんだけど、帰り歩いて帰るときに、緊張の通り、結構ガチな男なんですよ。スーツ着てたら、5000円でなんか、チンコ触らせてもらっていいですか？マジマジガチガチ。めっちゃびっくりした。そんなとこなの？結構男前のスーツ着た普通の通りを見る。日本で一番ゲイのメッカだからね。じゃあそれ行こう。それにしますよ。それで行こう。まあ、2丁目配信したかったのに、ね、何回もやってきてほしかったな。マジで何もないんだよね。じゃあ、ない。罰ゲームは2丁目で。いや、これ買おうか。2丁目面白いよ。これ学生の時よく行ってたよね。ゲイじゃ書いてるから。じゃあそこ行こう。ロスドライブで5000円稼ぐまでやめられません。きついな。2丁目面白いよね。あの子のとこが2丁目だ。ちょっと金曜とか金土やばい人がまず新宿のからのお台場のお箱からの木。超大きな一瞬で。
監視力ありますからね。ひなま先生とか絡みないですか？あの漫画家の岡間の岡間わかんないですね。パークのあないです。合わないと寝癖が出たでしょ。ないですよね。ああ、それ面白いな。横山みどり、誰も目指してないでしょ。出る？出ようか。ちょっと散歩してからお別れをしよう。散歩しよう。暑い。まあ、日野先生なら男と別れても抱ける。そういこんな生きるそういうところって、例えば銀座とかで、麺がさ、麺類が売りじゃないんだから、結局、炒め物やってありがとうございました。会計止まってるんですか？終わってますよ。あ、本当ですか？あ、本当ですか？了解です。はい。あ、すいません、ごちそうさまです。ありがとうございます。ゴチになりました。歌舞伎町ナウです。テルジャンビンさんはね、青い、スカジャン着てる人だよ。ごちそうさま。ごちそうさまです。インターネット TV 一緒にマッサージいくら？あれ誰マッサージ行かないわ。3,000円。これいらない？これいらない？これなしの話だ。オッケーオッケー。じゃあ俺そっち行くわ。オッケー。オッケーオッケー。こっち側。オッケーオッケーオッケー。交渉始まった。めっちゃ中国語で話してる。あれ？あ、大丈夫。あんまり変な人もいるからカメラ映すとさらわれるぞって言われた。はい、いいっす、いいっす。新大久保まで行ってみたいな。あ、そうっすね。そうっすね。了解です。新大久保行きます。どこら辺まで行ったら俺映らない。ここですね。はい。コリアンタウン行きますか。今、駒劇前です。駒劇前に来ました。
新大久保いいよね、オリアンタウン。東京はやっぱ寒いな。寒いっすよね。沖縄だって半袖で俺だっす。マジっすか。28度マジだ、超羨ましい。暑い、めっちゃ暑い。いいな沖縄。うわゲロ踏んだゲロ踏んだゲロ踏んだこんばんは、マミーさんいらっしゃい、楽しんでて。いや、とりあえず大久保の方行ってみようかっていう感じで。コリアンタウンですからね。テルチャンピンだよ。どうも。今ゲロ踏んだばっかりのテルチャンピンです。歌舞伎町ゲロだらけですからね。全体、これ、絡まれやんすか、こうやってやっとると。絡まれますよ。そうですよね。はい。あからさまに。絡まれます、絡まれます。いますね、やっぱ歌舞伎とかだと。その時の対応で下手打つと、やられますね。パソコンぶっ壊された人何人かいますよ。はい。花蛇ってやつはもうボコボコにされてましたね。そうですよね。ゲロ踏んでたよ、今。いいな、沖縄あったかいなって、28度で半袖いけるってよ。この時期28度は入れる、まだ入れんすか、まだ入れます。やば。こんな長袖なんか考えられますからね。今の時期一番寒いですからね。実はね。青山眠くないの？大丈夫。海泳げるって言ってたよ、まだ海水浴できるんだって。すげえよな。クラゲいたっけ。沖縄何がいるんだっけな。沖縄クラゲいます。クラゲはです、あとサメ。サメ本当に、はい、釣りとかしとっても、はい、警察が、こう、サメが、したもんで、へぇ、帰ってくださいみたいな。はいはいはい。っていう警報が。へぇ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんだよ、もう。